今回ですけれども、千葉県のどら焼きですごく美味しいところがあるんですけども、門八本店のこのどら焼き で以前の動画でこちらの普通のタイプのどら焼き、門八本店どら焼き一度動画で撮っているんですけれども、そちらのどら焼きもすごく美味しくて、あんこも美味しくてですね、最高だったんですけども、一宮一ちゃん塩バタードラ焼きということで、今回この塩バタードラ焼きを食べてみようと思います。パッケージはこのような感じですごく可愛らしいこの絵が描いてあります。で、後ろのキャラクター、一宮キャラクター一宮いっちゃんというふうに描いています。そしてこちらに描いているのが千葉県長生郡一宮のキャッチコピー、緑と海と太陽の街をイメージした親しみやすい可愛い女の子のキャラクターですということです。はい、一宮キャラクター一宮いっちゃん、こういうキャラクターです。原材料ですけれども、砂糖、小豆、小麦粉、卵、みりん、バター、蜂蜜、寒天、食塩、膨張剤というふうになっています。はい、門八本店、門八商店、千葉県長生郡一宮の和菓子店ということです。はい、ちなみにこちらのどら焼きですけれども、どら焼きの方は原材料このようになっていて、砂糖、小豆、小麦粉、卵、みりん、蜂蜜、寒天、食塩、膨張剤というふうになっています。で、こちらはパンフレット入っていたんですけれども、ここに落花生クリーム大福、これなんかですね、前回もちょっと見てた時に食べてみたいなと思ったんですけども、千葉らしくてですね、このピーナッツの入った大福、クリーム大福あるようなので、一度ですね、行った機会には食べてみたいと思います。あんずチーズ大福というのもあるようです。で、ここを一番最初にいちご大福って書いてるんですけども、これがですね、かなり人気があって美味しいということなので、これもすごく気になっています。前はですね、一宮まんじゅう、これミルクまんじゅうなんですけども、これも前回動画で、別の日に撮っていて、このミルクまんじゅうもしっとり滑らかで、あの練乳の風味をしっかりと生かしていて、いい香りしてすごく美味しかったです。はい、ミルクまんじゅう好きな方はこれも美味しかったので、ぜひ試してみてください。うん、で、九十九里せんべいとか、こういうのも売ってます。はい、ゼリーなんかもあるようです。どら焼きの見た目ですけども、こういう具合ですね、ちょっと上の方から見るとこのような具合、はい、こんな感じですごく美味しそうです。はい、それでは横から見た様子、こういう具合です。で、さっきの一宮いっちゃんのキャラクターだと思うんですけども、ここにあります。では半分に割ってみるとこのような感じです。このような具合であんこがしっかり入っているんですけども、バターも入っているので、ちょっとですね、白っぽくなっていて、しっとりとしていて、バターの風味が効いてそうで、すごく美味しそうです。どら焼きの皮の厚さはそれほどすごくグッと厚い感じではなくて、こうあんこをより楽しめる感じに仕上がっているなと思いました。で、このバターの塩気なんですかね、ちょっと触って、うん、甘さもあるんですけど、どうなんですか、こちらの方には、うん、ちょっと塩気、こっちの塩気が映ってるのかもしれないですけども、若干その塩気っぽいの感じがあって、甘さと塩味がこう合わさってすごく美味しそうだなという感じです。これから一口食べてみようと思います。はい、それではちょっとだけ端の方ですね、この辺り、うん、このどら焼きすごく美味しいです。やっぱりこのバターの塩味が効いてて、ちょうど良い塩味のまろやかな感じと、あとしっかりとですね、このあんこの風味が強いので、ここのどら焼きすごく美味しいなと思います。この小豆のしっかりとしたいい風味た、感じながらどら焼き食べたいなという人にすごくおすすめなので、この
一宮いっちゃん塩バターどら焼き、すごく美味しいのでおすすめです。これ美味しいですね。うん、バター系のスイーツ好きな方にも結構ですね、これ楽しめるんじゃないでしょうか。はい、美味しいです。はい、こちらですけれども通常のどら焼きの方です。どら焼きの方はここに角を8というふうに書いてますね。はい、ちょっと違います。これが通常のこちらのどら焼きの方です。で、さっきのやつが、塩バターどら焼き一宮いっちゃんのキャラクターがありましたので、ちょっとここは違うなっていうところです。はい、そしてどら焼きの厚さ、こういう具合ですね。はい、でどら焼き横から見た感じですけども、こういう具合です。はい、このような感じになってます。半分に割ってみます。はい、あんこなんですけども、こういう具合でぎっちりあんこがぎっしり入っていて、しかもなんていうんですか、このねっとり感もあるんですけれども、豆がこうびっちり入っているので、すごくしっかりですね、強い小豆の風味を感じられながら食べられる、あんこがすごく美味しいどら焼きになっています。それでは一口食べてみようと思います。ここのどら焼きですね、前回食べた時からこのあんこがすごく美味しくて気に入っているんですよね。やっぱりあんこのこの小豆の風味がしっかり強いっていうところがすごく美味しいポイントです。うん、うん、やっぱりこのあんこの風味がすごく強いので、小豆の風味しっかり出たようなタイプのどら焼き好きな方に特におすすめします。はい、でこのスポンジの方はふわっとしてるんですけど、ちょっとこれ賞味期限ギリギリ、もう賞味期限ギリギリで食べてるので、少しですねカステラの感じ変わってしまってるかもしれないですけれども、バターどら焼きの方も賞味期限ギリギリで、やってる食べてるんですけども、すぐ食べた時はもう少しですねふっくら感があったような気がしました。はい、ちょっとこれですねカステラの部分すぐ食べなかった、もう最初にもういくつか食べてたので、その時の様子とは若干やっぱり違うかなというのはあるんですけれども、すごく美味しいです。うん、まあ食べる時やっぱり素早くですね買ってからすぐ食べた方が美味しいので、でこの2個に関してはちょっと撮影用にですね、すぐ動画時間なくて撮れなかったので撮っておいて後で撮ったという感じです。はい、それでもこういうふうにですねすごく美味しいので、あんこはすごく本当におすすめなので、ふわふわっとした軽いタイプの水分多めのタイプというよりも、こうねっとりどっしり、しっかりタイプのあんこですので、こういうあんこ好きな方はぜひですね、この角八本店のどら焼き千葉県にありますので、ぜひ食べてみてください。